初めての出会いは今年7月。私、伏見市の松本と申しますが、よく笑うその人はいつも手を動かしています。まあ書きながら後輩もう6年もやってるから書きながら喋れる。私が CBC の人間であるってことは今もう覚えてる、覚えてる。私が CBC の人間であることは今覚えてらっしゃる。いやいや、あのなんかそういうテレビ局の人っていうだけで、その CBC っていうのは入らないです。あのテレビ局であるってことは、まあ、テレビ局なのかなっていう、それだけですね。あ、カメラ持ってるし、そう、カメラ持ってるし、そうですね。三重県名張市に住む水田純子さん、45歳。覚えてっていう感じで、右も左も分からんと思うんです。綿棒で持ってると思うんです。メモ帳に書き留めているのは会話の内容や相手の顔、座り位置まで。今を記録し続けるのには訳があります。水田さんの記憶が残るのはわずか7秒ほど。7秒よりも前のことはすべて忘れていきます。例えばメモなしでのこの会話、続いてれば大丈夫なんですか、会話。そうでもないですか。続いてこう、やってる分にはいいですけど、今この話してた内容っていうのをこうメモしてないところのやつも全く入っていかないんで、書いてないから後で全部お母ちゃんに聞かんと今どういう会話をしてたかっていうことが分かってないんです。残らないんですよ、これ書かないんで。じゃあ僕が前、今さっき質問したことはもう全然この時点では7秒前のこの辺りからしか記憶は残っていないのです。残らないんですよ、これ書かないんで。じゃあ僕が前、今さっき質問したことはもう全然7秒間の記憶を頼りに失われていく今を書き留め続けます。メモが欠かせない生活は6年を超えました。書かんとあかんみたいな。水田さんは大阪生まれ、明るく活発な子供でした。高校卒業後に上京し事務の仕事に就きました。人生が大きく変わったのは2007年4月、突然のことでした。いつも元気な子がね、元気が なくなってね、なんかしょーんとひでんですわ。救急車呼んで、ほんで行ったんですわ。ほんならそこでもう3時間ほど調べんやけど、どこもわからないって言うんですわ。こんだけぐったりしてんのに、まあ、脳を見てくれって私が言うだけ。ほんな向こうが脳を見らんかで、見たかでこうタランとしてないし、大丈夫ですよ、せやけどそんだけ言うんやったら見ましょうか言うて、見てくれたら結局脳にその菌が入ってたんかな。ほんで緊急入院となって、精密検査の結果はウイルス感染による急性の脳炎、ヘルペス脳炎でした。誰でもなりうる可能性はあります。防ぐ手立てというのは？はないですね。ヘルペス脳炎は水疱瘡などを起こすヘルペスウイルスの一種が脳に侵入することで発症すると考えられています。発症率は100万人あたり数人で、発症するとおよそ1割が死に至ります。水田さんの脳の MRI 写真です。この白い場所が炎症が起こっている場所です。発症時です。下が、発症して約4年後の写真ですね。ここでは右の側頭葉が黒く抜けて見えると思うんですけども、脳そのものが萎縮してしまった状態を表しています。
ちょうどこの場所が海馬っていう記憶を保持する機能があるところで、で海馬の神経細胞がなくなってしまって、で萎縮して記憶障害が起こっている状態です。水田さんの場合、病気になる前の記憶は残っていますが、病気になった後の新しいことを覚えられない短期の記憶障害です。回復の見込みっていうのは難しいわけなんですね。現時点では発症6年以上経ってますので、回復の見込みはないと思います。なんかもう変な話、こうやって笑うね、みんながこう笑ってるので、今面白くてパッと笑ったとしても、自分がなんで笑ってるか分からへんみたいなね後でなんかそういう感じがあるんで、見ているそばから忘れていくため、テレビや映画は見なくなりました。小説はもう全く読まないです、読んでないです、小説もやっぱりストーリーは、ストーリーは、やっぱり、もうここで例えばこのノートに この時間帯を、まあ、こう12時20分ってこう書いて、例えばレーズンパンって、書くんですわ本当に食べるっていう感じそれまでの当たり前が当たり前ではなくなりました。仕事に就けず、今は障害2級の障害基礎年金などで母親と2人で暮らしています。一緒に死のかわりをだときもあったね、もうこのまま一緒ね、こんなんであんた何のために生きてんか分からへんような感じで、すぐなんで死ななあかんのいう感じでね、ものすごく強いですわ、水田さんやっぱりそんな死のかなんて言われてもそんなんアホかいう感じ水田さんは やっぱどういう思いだったんですか、そこら辺は、ていうか多分ね、親以上の私の方が死にたかったと思いますよ口みたいなんだ、でもね、そういうね、またちょっとね、違うわっていう感じで、やっぱりそこは、生きるためにできることを精一杯やってみることにしました。常にね、ここでこういう風にね、書いたりするもんで、もう常にここにね、すみません、なんか恥ずかしいんですけど写真いただいたやつちょっと手元に置かしてもらってるんですここ覚えていただけました、はい、新しく出会った人は写真を撮って少しずつ顔を覚えていきました。これはもう全部 CBC 関係をそこに入れておきましたもう一から全部。この中に何か書いてあるんですか。電話した内容とかですね、はい、例えば8月14日の水曜日に、はい、松本さんが夜18時過ぎに電話来る予定っていうところから始まって、はい、ほんで8月12日に電話をすると女の人が出た、はい、松本さん、あ、宮下さんっていう人が出て、はいはい、お盆休みで今休みですって言われたとかね、ほんで、あと自分がこう言わなければいけない内容を書いてとか、目の届く範囲には常に大量のメモ、記憶のかけらをつなぎ合わせながらの生活です。この奥のこの段ボール、これが全部そうなんですけど、これが6年分になるのかな、これがね、いつもこう日頃パッとこう書いてる、これが、まあ、2013年の6月にこの月はこういう感じで何かがあって、その時に、まあ、どういうことがあったかっていうのをこれを、まあ 見れば分かるんですけど、改めて見ると どうですかこの量ってすごいですねすごい量書いてるんやなと思います、記憶になりますよね私のねここに段ボールの中が、車の運転は体が覚えていましたが、どうしても道が覚えられませんでした。それでも何十回と繰り返し、ようやく片道5分ほどのスーパーまでの道を体に叩き込みました。今何を書いたんですかこれ。今はあの車の場所、だいたい止めるところですよね、入り口の、帰り品は出て左って書いて、私なりには分かるんですわこれで出て左そう、出て左っていう野菜と、あとこういう分かりやすいやつしかだいたい買えないんです客
ャベツとかでレタスみたいなね、お魚とかね、ああいうのになってくるとちょっと分からない。左、あったありました。もうね、あかんあかんだけで過ごしててもやっぱりしゃあないんでっていう感じで、なんかちょっと、あとはもうとにかくもうひたすらね、やっぱメモしてやっとかなしゃあなかったみたいなね。まあ何百回と同じことを繰り返しても、体で覚えてしまうっていう、そういう形だろうと思いますね。記憶にもいろんな種類があって、例えば体で覚えたこと、練習によって覚えたことっていうのは、その普通のその短期記憶とは別で、もう自然に身について、それはまあ病気になっても忘れない。水田さんは週に3回ほど障害のある人のための施設に通っています。ここで知り合った人たちとの会話が今はかけがえのないものになっています。最近な、なんかな、よく意味のないことはないっていう、その意味が分かる。このメンバーは、ここがなかったら絶対にないもんな。ないもん。そうやな。どこ一人か。そうやな。ない。よかった。だよな。ってことで、今までの人生を肯定する。だよな。そういうことで。水田さんはね、受け止めてくれるんですよ。いろんなこと。んで、大丈夫やって言ってくれるんです。自分は話し下手なんですけど、何言うても、って、明るい笑顔で包み込んでくれます。これありがたいことですか？すごく嬉しいです。めっちゃ嬉しい。みんなね、やっぱりね、大変な思いしてる分ね、人に対する思いの優しい子たちなんですわ。でやっぱそういう優しい子らとやっぱりこう、一緒におれるんで、すごくそういう意味ですごく幸せですよ。本当に。なら、いいかな。だから健康で何でもできてた時って結構まあね、自分中心にバーッと考えたりとかもして、ある意味なんか苦しみ知って、なんか人の痛みとかもすごい分かるような人間になれたなっていうのは分かるんです。一緒にこうなんかもうね、健康な人も病気の人もみんながこうなんていうか共に生きていけるような社会っていうか、優しい社会だったらええのになみたいな。今何をされてるんですか？ちょっとざーっとね、今どういう感じで一日過ごしたかなっていうのをちょっと、見ながら、これで一日分なんですか？これ、そうですね、今日こんだけですわ、ちょうど。すごい。大まかなことだけでも、ちょっと書いとこうかなって。それ毎日やられてる？やります、毎日。